伊豆海洋自然塾からのお知らせです。8月19日に開催する寿司職人の技と味を体験するイベント、お寿司屋さんにいらっしゃいを読んでお寿司屋さんに行ってみようの参加者を募集しています。写真絵本お寿司屋さんにいらっしゃい、生き物が食べ物になるまでは、本年度の青少年読書感想文全国コンクール小学校低学年の部の課題図書で、下田市が日本一の水揚げを誇る金目鯛や誘客のために力を入れているイカも取り上げられています。この本に登場する子どもたちと同じ体験を下田の子どもたちにもしてもらおうと企画され、下田市2丁目の三松寿司のカウンター席で店主の植松さんが金目鯛とイカを実際に寿司にする過程を見学し試食を行います。時間は午前11時から。対象は小学生で定員は先着10人、参加費は1000円です。参加申し込みは伊豆海洋自然塾の渡辺さんまでご連絡してください。